おはようございます。さあやっていきましょう。今日はバレンシア戦ですね。第21節ということでよろしくお願いします。ちょっと今うちのチームは他のチームと比べて1試合少ない状態ですね。さあやっていきましょう。お、雨ですね。晴れにしときましょう。昼にしときましょう。そっちの方が見やすいしね。で今日は、442で行こうと思います。前回もね、バレンシア戦は442でやって結構いい感じだったんでね、まあ、相性は悪くないでしょう。442で、じゃあ行きます。さあ1月に入ってからね、まあ、ちょっと移籍シーズンっていうのが始まってて、ガンガンなんか移籍がね、されてってますね。ビダルとかね、あとトットナムのロリスとかね、すでになんか移籍済みで、あとなんかアグエロも移籍しそうだし、イブラヒモビッチも移籍したいみたいな、そんなこと言ってたから。こんにちは、西岡明彦です。本日はリーグ戦をどういう風にこうね、チーム力が変わるかどうか。さあ今日はどんな試合になるか、まずはちょっとメンバーを確認しておきましょう。うちのメンバーはいつも通りですね、442。宮井さんがスタメンで出てます。よし、さあバレンシアのメンツ見てみましょう。ディエゴ・アウベス出てきましたね。バラガン、ムスタフィ、オタメンディ、ガヤ、フエゴ、ゴメス、エンソ・ペレス、ペグーリ、ロドリゴ、ピアッティと。ロドリゴで来ましたね。久保さんが注目されてる。ここ最近不調が続きますが、引き続きメンバー入りを果たしています。おお、フエゴあんま調子よくないか。よし、さあ行きましょう。試合開始です。今日も気合い入れて、さあまずはディフェンスから。そうあれだね、ロドリゴなんだね。ネグレドかパコさんで来ると思ってたんだけど、お、ちょっと待てよ、いいトラップフェグーリ。お、ちょっとなんか嫌な雰囲気、嫌な雰囲気を感じる。押し付け、オーケー、よかった。さあやっていきましょう。ふっ、宮井さん行こう、いきなり行ってみましょう。よし、これで行ってどこに出す、こいつ打ってみるか、ダーン、ディフェンダーが間に入った。まあまあまずはな、一発シュートを打つってことは大事ですよ。ほい、長谷部さん、いや収められないか、取れ、オッケー。いやーちょっと待てよ、これまずいな、ゆっくり送らせよう。ペレス、おい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 、今のやばくない？コーナーからのキックとなります。今のなんかやばかったな。しかし川島さん絶妙な飛び出し、ちょっとあっさり先制点いられないように気をつけよう。ショートコーナー、クロスが上がった、危ない、もう決まった決まった、ゴール決まった、先制点決まりました。またこの人に決められたよ。バレンシアが鮮やかに決めましたね。またフェグーリに決められた。素晴らしいアシストでした。別のアングルからご覧ください。お、やっぱ調子いいな。さあ気合入れていこう。長谷部、なんかあれだな、フェグーリと相性良くないね、うちのチーム。落ち着いて、こっち、よし、うわあ。今日はあれだな、結構ディフェンスも気合入ってますね。
まずは前半のうちに追いつこう。今シーズンはいい順位でこれまで来ています。エンソペレス、そうですね、勝つっていうことも重要ですけど、負けないっていうのが今年の強みなんですよ。フェグエリ、いやーなんかいい位置、やっぱいい攻めメンバー揃ってますね。フエゴ、出しどころが見つからないか。これで16位なんだな。落ち着いて、これ頑張って。嘘だろ、このヘッドは浮いてしまいました。ボールをコントロールするまでの余裕がありませんでしたね。完全に空中戦でやられてるね。2回ともあれだな、長友さんのところを突かれてる。ほい、よく聞いています。長谷部、簡単にクロスを上げさせないように気をつけよう。岡崎慎司、はい、OK、いいよ。長谷部誠、こう、ちょっと微妙に合ってないね。スエゴ、これ前線からパブロ・ダニエル・ピアッティ、前線からかけに行こう。 OK、 ここでスローイン。よしよしよし、まだ前半あれだ、20分だからな。長友佑都、乾さん、オッケー、選択肢はあげよう。だけではありません。オッケー、よし、打とう。やっぱ乾さん打ってくれ。ここで打つ、よーし、ポストに当たって決まった。今当たったな、ディフェンスが当たったわ。いやー素晴らしい、乾さん、乾さんの得点も増えてきたよ。ちょっとリプレイ見たいですね。同点です。これで、いや私も今思わず力が入りました。そうだね、当たってポストに当たって入ったな。違うアングルから見てみましょう。いや積極的なシュートがこのゴールにつながったぞ。3ゴール目ですか。よしよしよし、だいぶ仕上がってきましたね、うちのチームも。セグーリが出てきます。いや今のパブロ・ダニエル・ピアティ、今の同点弾助かるわ。ボールを奪いに来ました。ここからあの簡単に、やっべ、このクロスボールはディフェンスがクリア。拭いきれない不安があるんだけど、なんか空中戦に対して拭いきれない不安。内田篤人、しここから行くぞ。あっと、中盤で奪いました。ナイスパスカット、これ気をつけよう。通った、ここ危ない、よし、しっかりナイス。はい、岡崎さん、岡崎さんと香川さんで今日は頑張ってほしい。長谷部さんに一旦渡して、いいよ、これ香川さんだな。ここから作っていこう。本田圭佑、本田さんに出したいけどちょっときついから、あっと狙ってたエンソ・ペレスが、よく見えてます。フェグール、うまい、それ、ちょっと内田さん、スペースを見る。よし、さすが、クロスを入れ、スピードでちぎられることはないぞ。マークを外せない、体に当たった。ゴールラインを割ります。なんかあれだな、前回戦った時より強さを感じる。はい、ちょっとどうした空中戦に対する拭いきれない不安があるね。狙っていった。オッケー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 、よし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 、さすが川島さん、この動きが長谷部です。助けよ岡崎さん、岡崎慎司、ちょっとゆっくり行こう。まだ負けてるわけでもないし、後半でもないんだ。吉田麻也、前半35分よ。はい、内田さん、内田篤人、オッケーオッケーオッケー、これ取られないようなディフェンスは、吉田麻也、取られないようなディフェンスをすればいい。うわお、いいアイディアでしたが、やり返した、ボールを奪われてしまいました。うわ、よく聞いています、ハセベ、やばい、今ハゲって言ったことにより審判の印象が若干下がったが、ハセベ打とう、ここでシュート、もう一回ハセベさん打って、いや詰めろ詰めろ、やれ、いや、しかし長谷部さんいいな、今一回打った後そのまんまの勢いでもう一発打ってきたね。それがいい。よし、 OK 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 OK、 そう簡単に拭いきれない不安。本田、ここ
いや、宮井さん、宮井さん、そのまま行こう。抜けてきた。打った。よーし、さあ、ひっくり返させてもらったよ。拭い、ディフェンスはもう不安を拭う必要ないよ。しょうがないからもう。それは攻撃でね、短所を消そうとするんじゃない、長所を伸ばしていこう。今の宮石さんの飛び出し最高だったわ。行くぜ。今日はこれからガンガン取るぞ。フィニッシュまで持っていきたい。てか、なんか今日なんか1失点で済みそうな気配がしてないんだよね、今のところ。ちょっと危ね、空中戦に気をつけろ。これ危ね。よし、クリアしました。なんかピアッティの調子いいな。素晴らしいクリア。この選手が期待のフェグーリです。おお、当たっちゃった。同点のチャンスが生まれました。まずいね。さあ、ちょっと吉田麻也さん動かそう。俺がきっちり弾き返すぞ。来た。はい、 OK。 そうだよ、高さはあるんだよ。一人吉田麻也さんというね、長友さんとかのところにうざい。危ねえ、マジで。もう拭いきれねえよ、不安が。何回言わせるんだ俺に。ここでハーフタイムを迎えます。前半終了間際、前半だけで5回同じフレーズ言いたくなるような場面あったじゃないか。前半もどう見てますか。いい時間のゴールでした。少し余裕が生まれると思いますよ。よし、さあ行きましょう。支配率、シュートともに相手の方が高いですね。残るは45分、後半戦キックオフです。内容的には負けてるかもしれない。しかし結果を追い求めていこう。内田篤人、さあ行くぞ。ここ岡崎さん、岡崎慎二、ゆっくりゆっくり。あ、これまずい。素晴らしいポジショニングと視野の広さで、中央でのパスカットが増えると良くないね。取れる。そう、クエがバレンシア、ゴールへのイメージが共有できていますでしょうか。落ち着いて。嘘だろ。危ねえ。よしよしよし。いや、しかし空中戦以外だったらうちの川島さんはかなり頼りになるよ。時期を見て変えていこう。さあ、ここは本田圭佑。オッケー、本田さんにもう一回。本田圭佑、うん、これ乾さん、乾隆、乾さん、これ自分でいける、自分でいけるはず。いや、あれ、コーナーになりました。リードを広げるチャンスです。今日なんか乾さんいいな。いや、もともとね、こういう動きをね、その乾さんはできる選手なんだ。ただ前半戦はなぜかそういう機会があんまりなかった。後半からは乾さんの時代来るぞ。はい、来た。あー、ダメか。よし、ふ、ここはうまく取りました。オッケー、よく見えてましたね。こう、吉田麻也、長友佑都、香川さん、香川真司、宮井さん、ちょっと待って、もう一回香川さん、香川真司、これで中央で、よく見えた。ああ、ダメか。若干奥だったな。奥すぎた。フェグーリ、ここで通させない。フェグーリに、オッケー。そうだ、よし、こう、ナイスパス。乾隆、中央行って長谷部誠、宮井さん一回経由して、よし、内田さん行こう。オッケー、いいよ、焦らず逆サイ使ってこうぜ。よし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 、サイドを変えました。1点勝ってるチームの、乾隆、1点勝ってるチームのサッカーをしよう。ふい、本田圭佑、落ち着いて。本田の動
きがいい。ここで、うわーっと、ポジション取りがうまかったね。取れる。そう。エンソペレス。今日あれだな、香川さんにボール入るところで結構やられてるから、さあ本田さんに出したいけどちょっと無理だね。長谷部さん、どうする？こっからだ。ちょっと持たしてね。岡崎さん、これ勝負しようか。いいよ岡崎さん、勝負しよう。これこっち打とう。ナイスシュー、勝ったぜ。ああ、いや助かるわ今の岡崎さん。なんか嫌な雰囲気感じる試合でしたけどね今日は。圧倒的内容で試合を支配しています。いや圧倒的内容じゃねえよ全然。別のアングルからご覧ください。むしろバレンシアペースだったよね。それをちょっとこっちに勝利を手繰り寄せる3点目。サンキュー。さあちょっと変えていきますか。 OK、 これでいこう。よし、今一瞬岡崎さんの表情映ったな。はい OK、 取れる。ピアティ、いやー今日なんかちょっと危うい雰囲気めっちゃ感じたね。ディフェンダーを抜いた。ちょっと待って、まずいぞ。今俺勝ったと思ってるからなこの試合。そういう時は一番危ない。取れる。くそ、ピアティ、これ取って、いや、ふっ、ふっ、オッケー、ナイスパス。香川真司、よし、奥に内田さんか。これもう一回香川さんに預けよう。オッケー、で、うわー、最後意地のディフェンス、バラガン。おー、ネグレードだ。ガチムチめっちゃなんかムチムチしてるね。乾隆史、打とう。うーん、ダメか。いやとりあえずディフェンスをきっちり。 OK OK、 ナイスプレッシャ ー。スローインです。さあ乾さんで、本田さん、これ細貝さん出したいんだけどちょっと上がってこない。ふっ、 OK、 軽やかにかわしてきた。来て、打とう、内田さん、シュート。いやー外してしまった。しまったー。なんか内田さんに点取らせたかったな今。今あれだな、もし1対1の同点とかの場面だったら発狂してたわ俺。よかった今3対1で勝ってて。エンソペレス、エンソペレスだいぶ疲れてるな。エンソじゃなくて酸素が足りてないんじゃないか。 OK、 いいよ。はい、でこれ細貝さんでエスクヨさんに当てよう。エスクヨさんは香川さんに当ててもうそのまま前に行ってしまおう。細貝はじめ、あんまりあれだな、前に行く動きはもうあんまないね、うちのチームに。うわあ、ダメだ。いやー、それで、もう、うわあ、それでも諦めない男、エスクリオさん。はい、細貝はじめ、ふっ、うとシュート、うわあ、ファール、ファール、くそダメか。まあまあ、いいでしょう。勝ち点3持って帰りました、今日も。スコアは3対1。試合終了のホイッスルが吹かれました。果敢に攻めて勝利を手にしました。なんか今日強かったね。いい内容で勝利しました。バレンシア、堀池さん、いかがでしたか。
はい、こういう勝ち方はね、これからシーズンも終わりに近づきますけど、3対1っていうほどの、なんていうかな、内容の差はなかった気がしますね。そろそろ時間となりました。では皆さん、乾さんだ。さよなら。乾さんが今日は初めてかな、マンオブザマッチ。おめでとうございます。相手もなんか良かったよね。前線の人たち6点台後半が目立ちますね。よし、じゃあ行きましょう。さあ、順位表どんな感じになったのか見ときましょう。FA カップじゃなくてプレミアリーグね。よし、現在レアルとの勝ち点差は5ですね。ここからまた頑張って詰めていきましょう。で1月はですね、まあ、あとカップ戦が2回あると。で、1月終わったらね、その移籍市場のまとめみたいな、そういうのをね、皆さんに一旦お知らせしようと思います。リーグ戦は次の試合は、2月4日のパリ・サンジェルマン戦ですね。でその前に、まあ、いろいろとね、ビダルが移籍したとかね、ロリスが、デヘアも移籍したんだ。こういう風に移籍市場はかなり動いてますんで、それのまとめをお知らせしようと思います。ではお疲れ様でした。